お誕生日お祝いしてくださりありがとうございます。ここ最近は年齢にこだわることもなくなったのですが、やっぱり改めてこうやってお祝いしていただくとすごく嬉しいです。ありがとうございます。相変わらず可愛げのない私ですが、今年も家族を大事にして、メンバーやスタッフさんや皆さんや乃木坂でいられる時間を大切にして、一年楽しく過ごしたいなと思ってます。